皆さんこんにちは。2019年予備試験論文式試験分析会、憲法民法刑法実務基礎、始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。予備試験、論文受けられた方お疲れ様でした。まあいろいろね、あの出来とか気になるとは思いますが、とりあえず、まあ、今日分析をしていきましょう。憲法の問題で受けられてない方もこれね、来年以降受けるんだったら憲法やった方がいいです。これ分析で、さらに司法試験の人もこれ見といた方がいいです。予備試験で、憲法の問題ですけど、これちょっともう30分しかないので皆さん検討済みだとします。すごく簡単に言うと、ある宗教の信者の女の子がいました。でその宗教は何かというと、水着を着てはならない。でこれ、まあ、現実にはイスラム教なんかを想定していると思うんだけど、イスラム教の場合はあのその専用の水着が、ね、売り出されているんですよ。ウェットスーツみたいなね、肌を覆い隠す。でもこの宗教はそういった、肌の露出を最小限にしたものも含んで水着を着ることができない。だから中学校で水泳の授業に参加できなかった。でその結果内申点が悪くて希望の高校に不合格になってしまった。簡単に言うとそういう事例になります。でもちろん信教の自由とか政教分離とか、そういったものがパーッと思いつくと思います。でここでね、ちょっとまず着目していただきたいのは、今回の問題はね、ここの下から 1,2,3,4,5、法的措置を取ろうと考えていると漠然と書いてあって、説問必要に応じて対立する見解にも触れつつ、この事例に含まれる憲法上の問題点を論じなさいとだけ書いてるんです。あの普通の問題だったら国家賠償請求訴訟を提起するとかそこまで書いてるんだけど、それが書いてない。で私最初この問題読んだ時に、これ争い方も書いた方がいいのかなと思いました。でこれね、書いてマイナスになることはないので争い方書いた方がいいです。簡単でいいですよ。で争い方としては、まあ、バーッと考えつくものはまず国賠ですよね。まず一つ目は国賠、要するに精神的損害を受けたから国家賠償請求訴訟を提起します。これ一つありますね。でもう一つは若干無理筋かもしれないけど、志望の県立高校にまあ、在学している地位の確認、広報上の地位の確認訴訟、こんなのも考えられるわけですよ。X の希望の県立高校に、まあ、合格でもいいですよ。細かいところはどっちでもいいです。県立高校に在学している地位の確認、まあ、こんなもので争っていくということになりましょう。で当然下の方ね、地位の確認は実質的当事者訴訟になります。で、まあ、実質的当事者訴訟なんで行訴4条ですね。まあ、両方書いてもいいし、どちらか書いても、構いません。でなんで私こんなことを思い出したかというと、予備試験1年目一番最初の憲法の問題はこれまで聞いてたんですね。なのでやっぱりそこは試験に意識してるんじゃないかなと思って、これは書いた方がいいと思います。でもちろん皆さん憲法慣れてると思うんだけど、学校問題出てきたら必ずね、公立なのか国公立なのか私立なのか確認してください。今回は中学も高校も公立なんで、そのまま憲法の直接適用の問題になります。じゃあ次行きましょう。争い方はまあ決まりました。次ね、じゃあこれ何攻撃しますか、何攻撃するかっていうのは法令違憲なのか適用違憲なのか。で法令違憲いけなくはないけど、なかなか厳しいです。法令違憲やるとしたら、これ学習指導要領ですね。攻撃対象、学習指導要領は法規であることも思い出してください。で学習指導要領でそもそも水泳を必修としていることがおかしいんだ、結構無理筋ですよね。でもうちょっと現実的にすると、学習指導要領であの水泳の免除を認めていないのがおかしいんだ、これだったらあるかもしれない。一つこれ争い方としては、法令違憲考えられなくはない、
で、学習指導要領がおかしいとは言い難いので、要領が特例を認めていないことがおかしい。この書き方は一つあります。で、ただね、これ別に書いても間違いではありません。ただ法令違憲でこう立派な答案を書くというのはちょっとテクニックが必要なので、正直おすすめしません。なのでこれ三角ですね。別に間違いではないですよ。で、法令違憲か適用違憲かってどう考えるか、これね、もうそんなに難しくない。この法律がもう絶対まずいなって思ったら法令違憲にしてください。そうじゃなくて、この法律自体はまずくはないんだけど、今回適用するのがおかしいなって言ったら適用違憲です。私よく講義で住居侵入罪出します。住居侵入罪を法令違憲ってのは無理そうですよね。だってまともな法律だから。でもなんちゃら政党の共産党のビラを配りに、マンションにエントランスに突入した、その行為を起訴するのはちょっとおかしいんじゃないか。そういう場合には適用違憲になります。で、今回も別に水泳必修はおかしくない。でも今回のケースに適用したからおかしいんだ。適用違憲、こっちでいきたいですよね。なので適用違憲、これを中心に書いていきます。で、適用違憲ね、芦部先生の三類型とか意識する必要は私はないと思います。試験との関係で。とにかく法令自体はまともなんだけど適用がおかしいよ、そういう時に違憲って言えばいいだけ。そんなに難しく考える必要はありません。じゃあ適用違憲だとして、じゃあ今回どの行為が違憲なんですか？行政のどの行為が。これね、皆さんね、憲法であってもぜひ実務家的に考えてほしいです。何かというと、民法か刑法の視点で考えなきゃいけない。何言ってるかというと、民法で国賠やりますね、まあ、国家賠償法ですけど、不法行為の対象は何ですかって話。何が不法行為に当たりますか、これを特定しなきゃいけません。で、今回は2つ考えられる。要するに、機械的に適用して、2という評定をつけた。要するに特殊事情を考慮せずに2っていう、まあまあね、低い評定をつけた。これがおかしいんだ。もう一つは代替措置取らなかった。取らなかったという不作為がおかしい。で、ちょっと丸一丸二つけましょうか。2という評定をつけた。代替措置取らなかった。で、この1と2がおかしいですね。で、これ場合によっては1と2まとめて1プラス2で1つの行為としても構いません。で、なんでこんな話を私がしているかというと、これ憲法においても何を攻撃するかっていうのはすごい大事です。請求の特定と言ってもいいでしょう。民事訴訟的な言い方をすると。それはね、意識をしてください。で、どっちでもいいんです。1と2を並列的に、丸1がおかしい、丸2がおかしいって論じてもいいし、丸1プラス2で1つの行為だとして攻撃しても構いません。どっちでもいいけど、特定はしてください。これから何を攻撃しますかっていうことです。いいでしょうか。じゃあちょっとね、時間の関係上、これからはね、当然信教の自由と政教の分離、話していくんだけど、これはもう解答例に沿っていきましょう。レックのね、レジュメの4ページ目、こちらご覧ください。で、これはレックの解答例です。で、もちろんこの解答例ぐらい書けば十分合格ですし、 A 評価がつくでしょう。で、この解答例はさっきの言う丸1と丸2の2つの行為を別々に書いている答案例になります。調査書の保健体育の評価に2を記載した点についてです。で、1括弧 1X は B 教徒であるために水泳の授業に参加できないところかから不参加を理由に、調査書で保健体育の評価を2とされている。X としては B 教徒であることを理由に不当に低い評価をされたものであるとして、 X の信教の自由を侵害し違憲であると主張する。で、ここでちょっとコメントをしておきます。
これ対立点の作り方にも関わってくるんだけど、ここねすごくもう分かってる書き方しますね。何かというと、 X さんとしては私は B 教を信じてるから差別を受けたんだって言いたいわけですよ。簡単に言うと、 X 側は B 教を信じてるで不利益で、これに対して市側は何て言うかというと、いやいや私は B 教なんて差別していません、あなたが水泳をやらなかったから低い評価なんですって言いますよね。水泳やらなかったから、から不利益と言いたいわけです。で、水泳やらなかったから不利益を受けて、結果として B 教が進行しにくくなったかもしれない、結果 B 教が進行しにくくなった、これ何て言います？水泳をやらなかったから不利益を被った、その結果 B 教が進行しにくくなった、このことは間接的付随的制約って言いますよね。このキーワード出せるかどうかって一つのポイントです。もちろん現代社会においてもまだまだ人権侵害あります、直接的制約もありますが、現代の日本で問題になるケースというのはほとんどは間接的付随的制約です。で、間接的付随的制約の場合は制約対応が比較的緩やかでありますので、当然意見審査基準も緩やかになってくるということですよね。基準が緩やか、ここで対立点作り出すこと、これ非常に重要です。もうね、間接的付随的制約って語弊を恐れずに言うと、人権の問題出たらまず出てくるな、間違いなく、そんな感じはします。いいでしょうか。ならここで1個対立点ができてます。で、この議論はあくまで市側の反論を受けてから試験で出してください。あの X の主張のでいきなりこれもやっちゃうと紙が足りなくなります。なのでどこで主張を出すかっていうのも考えていてください、戦略的に。ちょっと時間ないんですいませんね、かなり急ぎ目でいきますけど、で、括弧にこれよくある論証です。外国人の人権共有主体性を書いてる。ただもっとコンパクトでいいですよ、当たり前ですからね、外国人に信教の自由が認められるっていうのは。で、括弧3で、オツ中学校は X が水泳の授業に参加できないことを理由に調査書に5段階評価で下から2番目の2をつけてるが、不参加は戒律を守った結果である、低評価をつける行為は X の信教の自由を制約していると書きます。あの信教の自由が制約されているんだってのもはっきり書いてくださいね。なぜかというと市側の反論でいやいやたまたまだよってのが出てきます。じゃあ次 A2、 意見審査基準です。で、適用意見に意見審査基準使っていいかどうかっていうのは一つ議論があるんですけど、試験対策、試験の観点では私は使っていいと言っています。間違ってないから、論理的に確かに審査基準っていうのは法令意見のために生み出された手法ではあるけど、使うことは禁じられてはいません。で、括弧1で、信教の自由は精神的自由の核心であり、肌や、髪を露出せず体型がはっきり分かるような服を着ないことは B 教の重要な戒律であるから、これを保障すべき必要性は高い。で、ここね一つ大事なのが重要な戒律であるって言ってください。要するに宗教ってのもいろいろルールがあります。で、正直ね、細かいところのルール、その宗教の本質に関わらないようなルールっていうのはこれある意味侵害してもね合憲になりやすいですね。そうじゃなくて確信なんだって、信教の自由の確信なんだっていうことはすごく大事です。じゃあ、この重要な戒律、信教の自由の確信ってのは書いてください。一方で学校側の教育の場では学校側の評価についての広範な裁量がありますね。これ当然市側の反論で広範な裁量っていうのは出てきます。
で、さらに成績を低く評価したことにより、近接の公立高校に通わなかったとしても、それは自立上の影響に過ぎず、これマークしましょう。間接的制約。これ絶対出したい。付随的制約、間接的制約。だって、市側から言うと、水泳やらなかったから低い評価がつけて、しかも近隣の高校に通えなかった。非常に影響は間接的です。で、加古さん。もっとも X は中学生であり、学校選択の自由が極めて制限されている。で、学習指導要領で水泳実技が一律に必修とされていることから、学校選択権の有無は問題にならないとも思えるが、成績評価そのものは学校の裁量によるのであるから、なお学校選択権の有無が自己が獲得できる成績評価に大きな影響を与えることは否定できない。これ正直私はよくわからないなって思ったんですけど、おそらく中学校って学校を選べない、中学生は。で、もし学校を選べるとしたら、代替措置を取ってくれる学校を選べたかもしれないっていう主張だと思います。まあ、もうちょっと分かりやすく書いた方がいいかなっていうところです。じゃあ、括弧4。従って目的が重要であり、手段が目的との関連で、実質的関連性を有する場合には合憲。こういった基準を立てています。で、これも要するに、重要な戒律だけど、広範な裁量があって、間接的制約にとどまるから、真ん中ぐらいの基準を使おうってことですね。で、今私口頭で述べたことは、実はこれ答案化した方がいいことです。なんでこの基準になったかというのを説明した方がいいですね。すごい簡単なことで、権利は重要なんだけど、学校にも広範な裁量があって、しかも間接的制約って反対の事情もあるから、真ん中ぐらいで落ち着けましょう。これはね、皆さん答案に自分の言葉でいいんで書いてください。そういった思考プロセスを一個一個書くことが、よく言う丁寧な答案です。受験生の答案ってね、私読んで思うんですけど、ロジック飛ばしてるんですよ。それ当たり前だから皆さんね、飛ばしてるんだと思うんだけど、それを書かないと試験官には伝わらないんです。で、なんでこんなことを言うかというと、私司法修習に行った時に、めちゃくちゃ指導担当に注意されました。お前は論理を飛ばしすぎだって。確かにそうなんですよ。自分で思ってる以上に論理の飛躍っていうのはあるんです。なので、そこは丁寧に書いていってください。そうすると評価がめちゃくちゃ高くなります。じゃあ、当てはめのところを見ましょう。4ページ目下から、1、2、3、4、5、6。水泳の授業を必修とすることは、子どもに水難から身を守る手段を与えるということであり、その目的は重要である。で、ここはちょっと休止っぽいんです、予備試験の問題。なぜかというと、この立法目的みたいなもん、水泳必修の目的は自分で考えていかなきゃいけない。で、この答案例すごくよくできてると思います。確かに水泳ってのは、何かあった時に自分の身を守るためだから、それは重要なんだ。いいでしょうか。しかし、水難から身を守ることは、救命道具の利用や水難を避ける工夫等のレポートを提出させるといった代替措置によっても達成でき、したがってレポートを成績評価に反映しないことは、目的との関係で実質的関連性を欠く。よって X の提出したレポートを成績評価に反映させず、調査書に2を記したことは、X の信教の自由を侵害し、違憲である。まあ、よく書けてるなーって感じです。ただね、一つだけこの答案ね、致命的まで言わないんだけど、欠陥があります。何だと思います？これね、あえて私今さらーっと読んだんです。これね、攻撃対象を途中ですり替えてますね。最初は調査書に2を記載したことを攻撃してたのに、ここは学習指導要領の法令違憲の当てはめになってるんですよ。なので、ここはね、よくやっちゃうんですね。気をつけてください。なので、ここ法令違憲の当たり前だって、水泳を必修とした立法目的について論じてます。なので、この答案例は実はですね、最初は2評定つけたことを攻撃してたのに、を対象にしてたのに、ここの当てはめの箇所で、指導要領の法令違憲審査をしてるわけです。
法令審査をしてしまっているという点で、途中ですり替えちゃってる。これね、いいんですよ、この解答例。この分析会に出してくれてよかったと思います。これ間違えやすいんで、皆さんも気をつけてください。で、修正は簡単です。じゃあ、どうやって修正するかというと、簡単です。指導要領の、は目的重要、そして手段との関連性もありとまず論じた上で、これね、分かんなかったらまず法令意見を論じた上で、そこで1個つなげればいいだけです。その法令に従った行為は当然目的重要に決まってますよね。ただそれを一言入れればいいだけ。この合理的な要領を、実行した行為の目的は重要でありって書いていけばいいだけ。もちろん理由をね、もっとつけた方がいいんですけど、目的は重要であり。云々かんぬんって書いていけばいいだけ。こういうふうに修正すれば、この答案例は生き返りますので、こう考えてください。よろしいでしょうか。で、5ページ目の上から4行目見ましょう。代替措置の可否についてです。で、1、乙は私立中学校が生徒の信仰に配慮して代替措置を取ることが教育の宗教的中立性に反し、政教分離原則に抵触すると反論しよる。かかる反論はだとか。で、この回答例ね、ここもね、ちょっといけてなくて、実はさっき行為が2つってお話をしました。2という評定をつけたこと、代替措置取らなかったこと。これね、丸1も信教の自由の侵害と政教分離両方問題になります。丸2だって信教の自由と政教分離両方問題になります。でもこの答案例は丸1が信教の自由、丸2が政教分離と分けちゃってる。これはあんまり良くないです。ただね、この答案例かばうと時間と紙の関係でこうせざるを得なかったんですよ。でもそこはもう最初からこっちで論じるべきだった。1たす2まとめて信教の自由と政教分離を論じればいいだけなんで、まあ時間との関係上やっぱりこっちがいいんでしょうね。1プラス2で1つの行為をと構成をした上で、信教の自由の侵害になってないか、政教分離原則違反がないかっていうのを論じていく、こっちがいいと思いますね。いいでしょうか。で、政教分離原則です。で、2で規範書きます。で、これは、ちょっと、まあ、レモンテストと、まあ、目的効果基準の合いの子のような基準を使ってますけど、まあ、このあたりの基準は好きな基準を使ってください。私だったら目的効果基準で押します。で、具体的検討。括弧1。丸1について。代替措置の目的は X に教育目的達成の機会を保障するという世俗的なものである。まあ、こう構成すれば確かに世俗的になります。逆にね、でもここって当てはめで次第ではどっちにもいけるんですよ。目的は、X の信教の自由を尊重するためだって言ったらちょっと違う当てはめになってきます。なのでここはどちらでもいいです。自分の好きに論じてください。代替措置を与えるべきだと思ったら、こう教育目的達成の機会を保障する、こんな感じで書いていけばいいです。で、括弧に丸について。他の生徒との間に不公平な感じさせない方法で行えば、特定の宗教への援助等にならないとも思える。しかし、乙中学校の生徒には B 教徒も相当数含まれており、戒律との関係で葛藤を抱きつつも水泳授業に参加している女子生徒もいる。そのため X にのみレポートによる代替措置を認めることは他の B 教徒にとって不公平であり、X 以外の B 教徒との関係では代替措置が B 教への圧迫干渉に当たらないかという問題も生じる。しかしこの場合であっても代替措置を認めること自体は B 教徒を保護するものであり、 X 以外の B 教徒との関係でも B 教への圧迫干渉には当たらないと解する。まあちょっと分かりにくいところですね。で、確認なんですけど、これ
B 京都で水泳をしてる人が相当数いるんだ。そこはですね、触れておきたいところです。そこ重要な事情です。それ問題文のね、真ん中あたりに書いてます。で、ここね、もっと簡単に書くんだったらこんな感じがいいと思います。この人たち、他の B 教徒も葛藤を抱えてるんだから、代替措置が与えられるってなったらみんなそっちに行くでしょうってことを書いてやればいい。これね、ちょっと書きますか。他の B 教徒は水泳参加してる。ここの事情をどう処理するかってことです。これ仮に代替措置が与えられればこの人たちも助かるってことを書けばいいだけです。あれば、上記の人たちも当然ね、この人たちにも代替措置を与えられるでしょうから、にも適用され、適用されるだろう。そう考えると別に、X だけ特別扱いをしていない。X を特別扱いするわけではない。まあ、多分こんな感じの方が分かりやすいと思います。あのね、論文ってね、本当に分かりやすく書いてください。これね、ちょっと分かりにくいなって自分で思った論文っていうのは、これ読んでる人はわけ分かりません。これね、弁護士だから言うんですよ。あの、ちょっと分かりにくいなって準備書面書くと裁判官はこれ読んでくれません。いや、読んでるんだよ。読んでるけど頭に入ってきません、裁判官。これ裁判官賢いからそんなことないだろうと思うかもしれないんだけど、違うんですよ。忙しいから一瞬でしか読まない。だから一瞬で頭にスーって入ってくる主張じゃないと裁判所に受け入れられないんですよ。で、司法試験も一緒、予備試験も一緒。なので、分かりにくい論述は避けてください。いいでしょうか。じゃあ、次ね、丸三についてです。学生の主張について、学生の信仰の内部に立ち入るのではなく、一般的、概括的に判断するならば、宗教との過度の関わりを促すとは言えない。代替措置の要望が真に信仰を理由とするものであるかは判断が困難であるようにも思えるが、これはね、いい指摘だと思います。この問題点はよく指摘されてます。ただ学生の信仰の実態を客観的に観察すれば、過度の関わり合いを持つことなく判断が可能である。よって国と宗教との間の過度の関わり合いを促すものではない。なので代替措置をとっても政教分離原則に反しないということになります。まあ、結論はどちらでもいいです。で、この今回の予備試験で非常にいい問題だと思います。剣道受講拒否事件を知っていて、その判例のロジックを知っていて、さらにね、一番大事なのが剣道受講拒否事件の事案を自分で論文だったらこう書くかってやっていた人、その人はね、もう A ランクの評価を受ける答案書けたと思います。で、最後に伝えたいのは、重要判例の事案ってあるじゃないですか。重要判例の事案をこの論文問題に見立てて、自分だったらどんな感じで書くかなってのを、考えてみてください。あの、普段の勉強でね、あの、箇条書きでいいんですよ。答案構成ぐらいでいいんです。そうして自分の主張、原告の主張、国側の反論、試験みたいな感じで構成していくだけで、これすごい勉強になります。憲法判例ってね、そういった使い方をすると論文対策になりますので、ぜひやってみてください。はい、それではですね、もう時間なんですが、非常に良問でした。しっかり書けば、ちゃんと点数が来る。ただしですね、当てはめを丁寧にするとか、論理関係をしっかり書くとか、そういったところでね、評価が分かれてくるような問題です。ぜひね、皆さん再現答案も作られていると思います。で、再現答案をもとに、あと評価がね、A とか B とか返ってきたら、再現答案とその評価を見比べて、どこ自分答案悪かったかな、どこを直せばいいかな、そういうのを確認していってください。それでは、憲法編は以上になります。お疲れ様でした。